嘘のような本当の輪の時間が今週もやってきましたね皆さんおはようございますということでチャーガン眼銃沖縄にもメリークリスマスがやってきますねはいというわけでね今週も東京からドクター水素ボトルの 北条正弘さんお迎えしています。おはようございまーす。はいおはようございます。え沖縄もまあこの季節はさすがに寒いかなっていうところではあるんですよ。私は半袖です、ね。半袖ですね。<laughs> <laughs> よく見たらみたいな毎年ね12月半袖ですよ、<laughs> 私来るとき。ああ確かにねあのー、そうそうたまにねえっ、ー、と内地から、えー、こっちにね来る人はね結構本当にねアロハとかいます。 空港で見ますでもね、ダウンウェアとか着てますよね、皆さんね。えはい,はい,、はい。えっ、はい、ええー、みたいな、こ,これでみたいな。沖縄でもね、あの本当、最も売れないと言われるコートだとかね、ダウンウェアというんですけど、結構ね、これやっぱり冬なんですよ、こっちで暮らしてますとね、もう寒くてしょうがない。 この季節 <laughs> というわけでね、<laughs> FM ギルマン、今週もね、えー、9時半、えー、から始まってます。10時までね、えー、しばらくお付き合いいただきたいと思いますが、はい、えー、リスラジカマイチューナーレイディオダウンロードしてくださいね。はい、えー、その他ね、YouTube チャンネルも登録ぜひぜひ、ね、この嘘のような本当のワーも、後から見てくれてる方が非常に多くて、えー、嬉しく思います。ドクター水素ボトルのご質問、なんだろうな、それっていう方、どんどん電話で構いません。えー こちらの方に FM 技能の方にお問い合わせをお願いいたしますというわけで今週はなんとなんとあのバンド美和さんをお迎えしてお届けしたいと思います大阪からバンド美和さんおはようございますおはようございます 今日はよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたしますなんかいつも聞いていただいてるということで <laughs>、はい、もう嬉しい限りでございます、ね、毎日聞いてます毎週ね本当にあそっかあの YouTube のね YouTube を毎日見てます <laughs> あの王女さん私先ほどねお会いした時にあ本物だぐらいに言われてなんかあの私のも逆に緊張してしまうんでさんどあの声を生で<の>嬉しいです私、ね、たまにね会社であんまり電話取らないんですけど取るとねあのあのララ,ラジオの方ですかとか言われて、ね、<laughs> は,は,はいみたいなねいやいやあのね いや、FM 技能班さんと FM コザというところで、ね、日曜日毎日9時半からお届けしてるんですけどもなんかね正直このあの、社長の山口さんの話によりますとね大人気番組だそうってって大変ありがたいことですよね, <laughs> ねありがたいことですほんとにねこれ続けさせていただいてあのー、やっぱりね人は食べるもんも着るものもでしょうけどやっぱりね体ってのねことだと思いますというわけでね大阪からこの技能ン氏ちなみに坂東さんはいはい 沖縄は何度目ぐらいですか？三十年ぶりです。マじですか？はい。三十年前はちなみに恋人と。いえいえ、イアン旅行で。あ、そうなんですね。三十年ぶりとはなんとじゃ当然モノレールもなかった時代に。はい、もう一変しています。お、全く違う。外国化なと思いました。モノレールギリギリおおもろまちぐらいまであったかな。ありましたっけね、三十年。 でしょう30年ぎりぎりあったと思いますけどどうだったかな主霊<ー>、うん、のも行って。 はい、はい、写真撮りましたね。そうですか、<laughs> 沖縄、じゃあ、観光で、まあ、全部ね。これ、ね、て三十年ぶりの沖縄の地に、はい、ということでございますけれども。はい、はい、万能美和さん、ちょっと簡単に、ね、はい、あの自己紹介お願いしてよろしいですか。はい、ありがとうございます。えー、私は、えー、着物の着付け、しよ主にやっておりまして。今は、その東京の浅草でも、着せさせていただきまして、はい、で、通常は、あのー。 えっと、いろんな着付けをさせていただいてます。全般にすべてやらせていただいてます。はあ<う>。あの、楽屋に入って歌手様の着付けをこなしたりとか。<お>はい。<ー>いろいろ、いろんな分野で <laughs> やらせていただいてます。ええー、たと、例えば、どんな歌手イメージ。で、ね、<laughs> はい、小林幸子さんとか。いらっしゃるんすん。はい、そうです,です。そうです。あの、うん、私たちの住んでるところの観光大使さんであったりとか。うん、はい。皆さん、お着物着られる時をお呼びいただいて。うん、はい。 こいい応援させてていいいただいてますかっこいいですこでね <laughs> 本当にこのドクター水素ボトルファンの方はねアスリートの方、えーね、それから美容関係の方いろんな方ゲストにね、はい、お迎えしてお届けできてるかなと大変嬉しいんですけども着物の着付けさんいろんな方ねお嬢さんいらっしゃいますね。本当にね <laughs> うわ でもねお顔が広いから<ー>いっぱいね、はい、進めていただくんですよまあね、はいはい、その坂東さんがね進めていただくにはわけがある、ね、えあのいつ頃ちなみにどういったご縁でこのドクター水素ボトルとは 3年ぐらいですね3年前に北條社長と初めてお会いして、ねはいまあ、ここに間にご紹介いただいた方がいらっしゃったんですけど、まあ、私自身はお元気に見えるかもしれないんですけどとっても大病しましてでも一時はもう長く生きられないんじゃないかっていうところまで行きましてっていうのもその16年前にあの東京に仕事で行ってましてその時にそのとっても強いエネルギー 岩盤浴なんですがそこにこう乗ってエネルギーに触れた途端痙攣を起こしまして病院に運ばれてしまったんですねでその時はその私自身が血圧が100もいかないぐらい、まあ、今よりだいぶ上が100いかなかったんですね、うん、低血圧だったんですねで運ばれた時はその痙攣を起こしてたんですが300ありまして 血圧が300生きてるだけでも不思議ない何が何だか分かりませんでしたでそれで<ー>もう本当ストレッチャーのまんま動かせないって言われたんですけども東京だったのでとりあえず帰らせてほしいって言って、うん、無理やり帰ってそのまま入院になりました放射線強すぎたんですかねそれはね、えー、っとゲルマニウムゲルマねゲルマニウムのバーンってくるから。はい 強かったんですちょっとだって破片を握るだけでもね、はい、膝の痛みがあんまり感じなくなったとかいうぐらいだから強すぎたんですね。そそれがその 血液検査とかかデータを調べてももどこも悪くなかったんですねでそのまま入院してずっと300から下がらなくて高圧剤を飲んでも全く動かなかったのでこれをおかしいと思っていろんな検査されたんですがどこも悪くなかったんですねでそれでその大きな病院もあのセカンドピニオンで行ってくださいって言って結局見放されて3件行きましたでその間2ヶ月3件20日ずつぐらい入院して結局3件目に行った時には 何もなかったはずがクレアチリンが大きく動いたんですね。で、それが結局もう腎臓ダメだったんですよ。その時点で。じゃあ<で>それきっかけではあるものの、はい、実は腎臓がっていうこと。腎臓がわからなかったんですね。腎臓はねわかりづらいんですよね。はい、で、血液数値もその最初の頃は全く異常なかったんです。二ヶ月目でこう転院している最中に急急に上がった。 うん、それがもう透析寸前まで上がっていただから急性腎不全から末期腎不全まで飛んでしまったんですねもう余儀なく透析はい、はいはい、もう宣告でしたでそれで透析、まあ、を受けることになりました、うん、その透析を受けになるというとこが何年ぐらい前になるんです今から遡る16年前です そそれでも16年、はい、そこからじゃあ長い長い、はいそうなんですううでここに至るまで、ねうん、ずっと透析が本当は受けないといけなかったんですけどもその10年前に透析を6年受けた時にあのやっぱり透析って黒くなってくるんですね毒素が溜まって顔色がもう黒くなってきて、うん、どん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 やっぱりあの体力はあるんだけれども。 すごくまあ元気がなくなってくるまあお顔がどうしても元気がなくなる私も仕事をしてるので見た目も良くないそれでやっぱり周りが心配しましてそれで人食っていう話を初めて耳にしましてでそのことでその調べることになったんですけれども身内はみんなこう腎臓あげるから人食しなさいっていうふうにまあ応援してくださいましてでまあちょっといろいろあのドナーを 名乗ってくださる身内がいてそれで検査しましたが1人目は会わず 2>、うん、で2人目にあの結局兄があの腎臓を1つあげるって言ってくださって血液,が血液型は違うんですけどもぴったり合いましてで移植が整いまして、はい、人生変わりました、うん、移植した次の日から透析を受けなくていいので最近は腎臓を移植する場合って 足に埋めるとか言いますけど。そう。そうなんですね。三つ目を足に埋めるっていう。あ,あ、そうですか。私は今、お腹に埋めてるんですけど。お腹ですか。背中に二つ腎臓そのままあるんですよ。残すみたいですね。はい、使えるものはちょっとでも生かしておいて、えー、プラスアルファで使う。はい。前に、空いてるところに入れました。はい。お腹なんですね。はい。でも、本当人生変わりまして。とにかく、その透析の頃も、いろんなお医者様に、やっぱり。 当たって,行ってでも日本で3本の指に当たる研、まあ、医威という先生に出会いましてでその時に透析患者っていうのは1日500しか水飲めないんですね。ペットボトボル1本も飲めないんでですね1日それで過ごせって言うんですけどもでも私やっぱりお話をする仕事をしてるので喉も渇くしあのいやもうこれは本当大変と思った時にその権医の先生に相談したらすごくお水にこだわってるのでそのお水だったら大丈夫って言われたんですね。これがまた1つ こう救いのお話だったんですねだから透析中も飲んだらダメって言うんですけど私は2リットル毎日水を飲んで,で普通に元気にしてましたで仕事終わって透析受けてっていう6年を過ごしていましてでも黒くなってくるんですねすごく見た目はかわいそうに見えますやっぱりでよく言われました まあでも本人は気にしてないんですけど周りがやっぱり心配してでまあ腎臓移植に至りました、はい、いや少なくともねおじさん、坂ドさんあの今の,、ねはい、あのおいでたちからしますと。はい とてもとてもそんな時代がね終わ、はい、りだったとは思えないほんにそういう過去があるとは今も障害手帳を持ってるんですが <laughs>、はい、誰も信じてくれないですねわありがたいです苦労されましたですね本人はそう思ってないんですけど、まあ、でもあ,のあんまりつらい経験をしてないのであの投石で苦しんだこともなければあの本人は 割と行ったって元気で仕事を休んだこともなくしてたので、はいありがたい限りです。なるほど。ほどね、はい、ありがとうございます。ます <laughs> ではね、ワンドさんからのドクター水素ボトルとのね出会いを CM の後にね、はい、っゆっくりお聞きしたいと思います。はい、はい、お願いします。頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル。体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に。 W O O East 株式会社電話番号ゼロ三三五二七二二一一はい嘘のような本当のは。 ということでね、私パーソナリティの土井秀人と、ね、東京から、えー、ドクター水素ボトルの北条正宏さんをお迎えしておりますけれども、ね、もう一方、今日はね、大阪から、ねえー、関西空港の近くでいらっしゃるそうなんですけれども、お着物の着付け等でね、ご活躍の、えー、坂東美和さんお迎えしております。ね、北条さん、あの、腎臓、なかなか普段の病気としても見つけづらいところなんですが、 ななんかどなた蛇で,、ね、ですよね、実は来月、ねえっと、お越しいただこうと思っているあの方がいらっしゃるんですけど、ね、その腎臓がいっぺん腎機能をほぼ失って透析レベルまでいったんですけれどもそこから水素を吸って一気に回復したっていう2週間ぐらいで回復したっていう方がいらっしゃるんですけど。 それはねそこでまたぜひ楽しみに聞いていただければと思うんですが当時はねまだ坂東さんその水素には出会ってないのでまあ可能な限りでもねそれだけ早く人移植が受けられたっていうこと自体がラッキーですよね、はい、その人移植を受けられたのが水素と出会ってからその前ではあるんですよね。はい、出会って、えー、水素は 改めてねこの特にその一番最初ね馬頭さんがお使いになるときに気になさったことっていうのはその移植されてますからその大丈夫なのかと免疫が働きすぎても自分の異物として体が判定してしまうのでう体温が良くなって免疫力が上がることが あのご自身にとって、ね、大丈夫なんですかとい,いう質問を受けたんですね、でうちも私も一応あの、ドクターの久保先生に相談しまして、<あ>いやいや、もうあの移植された方も水素がんがん吸ってるよという話をいただいたので、うんあ、じゃあ大丈夫のようなんで、じゃ坂東さん、ぜひ吸ってみてくださいということから、あのお付き合いが始まったんですなるほどそれはが3年ぐらいですか。 水素に出会ったのは3年前ですでそ,のそれまでは10年前に飲食してから、まあ、今日になるまで今もそうなんですがあの拒絶反応を防ぐためにこあの免疫抑制剤を飲んでいますでまたステロイド抗がん剤すべてで1日20錠近い薬を毎日飲んでるんですねでその薬で免疫を下げているわけです毎日下げているのに免疫を上げる行為が水素になったのでそこは大丈夫かなと思ったんですけども あの先生にご相談していただいたら大丈夫ということであの始めたところあの最初に結果を見ていただいたただんですね北条社長にそしたら私見えなくて真っ白でしたよく生きてるねって笑われましたけどでも本当にあのすごくこんなもんなんだってびっくりしました見た目は元気なんだけれどもやっぱりお薬を服用してるし弱ってるんだなっていうふうに思いまして。 で水素を吸い出しましまたでそれで1年後ぐらいにあの変わるよって言われてたのであの全てが体温が上がること血管がもう真っ赤化になったことこれはもう驚きでしたあのー、ねえ本上さん私なんかもねその要は説明をさせていただきながらあのー、このこ指先をね スコープというような形で、えー、血流の悪いところをわざわざ、ね、見ていただく、ね、それがあの水素ボトルのガスをまだ吸入する前の段階とで吸入をしてみたらどう変わるかと。 今度ね、あの、ゴーグルでも試してみたいと思いますけど,、ね、どぜひやってみてみください、ね。どれぐらいこの反応が早いんだろうかっていうのあると思うんですけどあの、結構、ね、血流あの、要はゴースト血管状態で見えてないだけでっていう方ね、はい、血管がないっていうことはなくてみたいな。というのを説明をさせていただくこともあるんですけど時々真っ白です。ね ああのあれですよくねあのラジオこのラジオでも頻繁に登場する上野夏美ちゃんっていう子が坂東さんにもお会い,いただいたことあるんですけど彼女はあの良性の白血病再生不良性貧血でしたけど彼女も非常に坂東さんと同じような薬を服用されていたんですです薬だっ彼女の場合はガーッと戻っちゃったので今は。 えと一応念のため飲んどくみたいなぐらいで。で坂東さんの場合は移、ま、植、あ、そのものもされているしそんなねあのシンプルにこうスパンと飲まなくていいよったわけにはいかないんですけどもでもあの彼女も指先の血流見見たたら真っっ白ででえなかったんですよだから血流が悪くなってるとかヘモグロビンの量が赤血球がすごく減ってるとかそういうことが起こると多分そんな見え方をするんでしょうね。 非常に似ててます状況としては、うん、なるほどですねでもあのー、坂東さんの場合は真っ白でしたっていうやはりそう多くはないですか、さんあの体温がねそもそも、はい。34度台だったんです、うん、体温が。私、初めてでしたね、34度台の体温 <laughs>、はい、上がるっていうことが信じられなかったです。2度,2度低いですからね、われわれと比べると。 そうだからやっぱり当然血流は悪いに決まってますよね。へえその頃ろ坂、はい、さんはその、まあ、水素に関してとね、はい、結構あの水素水がとかなんとかこういう大きい機械でねなんてあの、はい、ちょっと、ね、ご存知の方も世の中いらっしゃるんですが、はいはい、その辺は初めてでした全く初めてでした。あまあ、これまたいいデビューを されたご様子が、はい、もう本当は最初はあ<れ>あのちょっと信頼できてなかったんですけどもれ結構ねまえまあまあそれはも当本当にえただ結果を見た時はちょっと衝撃でして、はい、でもこれが本当にそうなるのかというのもちょっと試してみないとわからなかったし、まあ、安心し、ね、のお返事いただいたので始めたところ本当に体温はすぐ上がりましたそれをもう驚きました36度8分ぐらい今ありますはい じゃあここでちょっとあの可愛く言ってみましょうか。せーの、うっそー。<laughs> っていうことは単純に二度味わって、はい、はいえー、そのカラクリやいかに一旦 CM また言ってきましたね。はい、頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル。体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に。<noise> w O O East 株式会社。電話番号ゼロ三 三五二七二二一一はい嘘のような本当のお話わということでね今週もパーソナリティでオギレッと東京から<え>ダウリオイスト補佐満澤弘さんそれからバンド皆さん大阪からお迎えしてここヘヘムギノワンのスタジオからお届けしておりますいやいやいや素晴らしい体温が下がっ ま,たままったとといいうう方も、やっぱり珍しいと思うんですけど、体温がまず、えー、ある程度高い位置に、えー、キープされるっていうのはどういうことですかね、北條さんそもそもまあ血流が良くなれば体温って上がるのでね、だからそういう意味ではその状態がどんどん起こっていったということになるわけですね。うんうん 1>, ねえ 1, 1年ぐらいそれで一生懸命と、はい、いうか、まあ、一生懸命ってことの、ね、も,ものじゃないって言ってもええんですけど <laughs> なんか皆さんね時々あるんですよ私もこういう話してますとね友人関係知り合いがねいやそっかんがん吸わなきゃいけないとか何かね気張って使うもんでもないんですよねあのそうっお花とかね入れてる最近こう目に当ててるだけのものなんですけど、はい、1>, 1年ぐらいで血管が。はい そうなんです。はい、この3年の間いろんなことがありまして、是非、はいえーえー、ちょっとで私その薬たくさん飲んでるので、やっぱり骨が脆くなるんですね。ステロイドを10年も飲み続けてると、あの骨粗鬆症になって最初からちょっと言われていたんですが、頑張ってこう運動もしてるし、えー、あのスポーツもしてるんですけどもところが骨折を良くするんです。やっぱりでこの去年、一昨年と5回骨折しました。 で全部足の指でとどめにこの夏に転んじゃって鼻の骨骨折しましたとどめにそれはやっぱりこう長年のね、はい、お薬の影響とかやっぱ大きいですよね、はいはい、そうなんです<ー>ところがその、まあ、4度骨折した話なんですけれども、はい、もうその時はもう痛いと思って腫れる、まあ、紫になる内出血するもう指に指がかぶるぐらい腫れる っっていいうぐらいになったんですけども水素もがん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 吸うと次の日には元に戻ってるんですよ、見た目。<laughs> で、お医者さんに行くと折れてるんですね、<ー>でも痛みはないは<ー>、靴も履けました、<ー>考えられない土井さんはね、子供さんが骨折がよ日で歩けるようになったっていう,そう,そう見て目の前で見てますから、はい、このことは信用できます、はいえー、本当にね 全治三ヶ月ぐらい言われると思うんですが、二週間で完全に元に戻りました。よかったですね。はいで。痛みはもっと手前からないです。あの無数のね血管が骨の中にいっていうじゃないですか。うんはい、それやっぱり骨までね、はい、水素というのは小さな小さなもう分子で入っていくもんだからっていうところなんですよね。そ、はい、うですね。再生が早くなる。はい。本当にびっくりしました。<ー>はい。おかげですそのはい。そっか。はい 鼻の骨折も顔だからどうしようと思ったんですけど見た目も何もなく分からずでそのマスクしても眼鏡かけてももう痛かったんです飛び上がるぐらいだけど3日ぐらいで治りましてで2週間ぐらいあの安静にっていうか何もしなかったらあの本当に完治してました。 あの、今、坂東さんの体の中に水素ちゃんが無数に見えます。本当ですか。一つ目。いやもう本当、すべてがうまく、お酒も美味しく、ご飯も美味しく、<ー>運動もできて、<で>最高に幸せです。でででで <laughs> <laughs> 皆さん、えー、放送中ではございますが、あの補、ー、助さんとにこやかすぎるこの笑顔をね、<laughs> ちょっとあの画面でお見せできないのが残念なぐらいなんですけど、はい、すごいですね,ね。すごいですね。はい、よかった。いいはい。素晴らしい。もうやっぱりね、この水素がよくね、補助さんはの体を良くするわけじゃなくて、やっぱりその再生というかこう元の状態にしてあげるこの、はい。 で、ね、血管を開き、体温を上げ、代謝を良くし、眠りもよろしいですか。はい、もうぐっすり。<laughs> 素晴らしいです,ですね。いや、本当にね、あ,あの、いろいろとね、バンドの皆さんにも、あの、この水素のね、素晴らしさをこう。 お伝えされた方とか、いらっしゃると思うんですが。はい、たくさんいます。で、またちょっとね、またぜひ来ていただいて。もう、来週のゲストさんの中で混ざってもらってもいいかな。はい、ええ、そんなわけでございます。があと何秒あります。あと十三秒、十二秒。じゃね、あの、ちょっとクリスマスなんで。ドクター推測オーグル五千五百円を、三人にプレゼントしますから。応募してください。よろしくお願いします。はい、皆さん。 ありがとうございました。